はいどうも、森です。今回は J リーグ第18節湘南ベルマーレ対浦和レッズのマッチレビューをしていきたいと思います。その前にまだチャンネル登録をしていない方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまずスターティングメンバーから確認していきましょう。湘南のスターティングメンバーはご覧の通りになっております。フォーメーションは 3-5-2、 前節より4名変更して臨みます。ゴールキーパー谷選手、3バック右から太刀選手、石原選手、大野選手、右ウィングバックに畑選手、左ウィングバックに高橋選手、アンカー田中選手、インサイドハーフ池田選手、山田選手、ツートップウェリントン選手、タリク選手となりました。タリク選手の復帰、そしてフルス相手の岡本選手、山田選手、梅崎選手の活躍が期待されますね。さあそれでは浦和レッズのスターティングメンバーも確認していきましょう。ご覧の通りになっております。フォーメーションは 4-2-3-1、 浦和レッズも前節より4名変更という形になっております。ゴールキーパー鈴木選手、4バック右から西選手、岩波選手、牧野選手、秋元選手、2ボランチ金子選手、伊藤選手、2列目3枚右から田中選手、小泉選手、大久保選手、そしてワントップキャスパーユンカー選手という布陣になっております。湘南としては金子選手がスタメンで起用されるのは非常に嬉しいですね。さあそれではスコア、そしてスタッツの確認していきましょう。今節のスコアは3-2で湘南ベルマーレの逆転勝利です。非常に白熱した戦いでしたね。それでは得点シーン振り返っていきましょう。まずは前半9分失点のシーン。前半はね、左サイドを結構崩されておりました。その中でね、左サイドワンツーで抜け出されてしまった後、クロスを上げられてしまい、大野選手とね、牧野選手で潰れたんですけれども、その後のボールをクリアすることができず、倒れている牧野選手がね、ボールを蹴り流し、スペースにうまいステップを踏んだキャスパーユンカー選手が一撃で決め切りました。非常にね、ボールを受けるまでのステップ、そしてワンタッチで狙うコースが完璧な1点でしたね。さあそして前半27分、湘南の得点のシーン。浦和レッズのね、金子選手がパスミスをしてしまい、ウェリントン選手がね、相手ペナルティ付近でカットしました。そして田中選手に落とし、ダイレクトでね、中へのクロス、手前池田選手がそのボールをスルーし、後ろから走り込んだ山田直樹選手が右足一閃、気持ちでね、決め切った得点でした。そして前半を1-1で折り返し、後半8分、こちらまた失点のシーンなんですけれども、湘南がね、相手アタッキングサードでかなり繋いで攻めていたんですけれども、クロスのクリアからキャスパーユンカー選手と小泉選手がね、大きなワンツーで抜け出されてしまい、ユンカー選手の圧巻のループシュートで決められてしまいました。さあそして後半25分、湘南の得点のシーン。左サイドにポジションを移した畑選手のね、インスイングのクロスからウェリントン選手のバズーカヘッドで同点に追いつきました。そして試合は終わらず、後半42分、湘南の得点のシーン。浦和レッズゴールキーパー鈴木ザイオン選手のビルドアップのミスから、しっかりね、湘南がボールをつなぎ、左サイド梅崎選手のクロスからこぼれ球を岡本選手がうまく抑えて逆転に成功しました。ということでスコアは3-2で勝利をしました。その他のスタッツを見ると、シュート数が浦和19本、そして湘南が5本とかなり攻められていました。非常にね、湘南の守備陣の体を張ったブロックも多く、失点を2でストップしました。逆にね、湘南はシュート数5本、そして枠内シュートが3本とね、少ないチャンスをよく決め切ったと思います。まあ、ボール支配率やコーナーの数を見ても、浦和がね、攻め立てていたことがわかりますね。さあそれでは試合内容の方振り返っていきましょう。まずは湘南ベルマーレ、1つ目、諦めず90分走り切ったっていうところを挙げさせていただきました。ハイプレスをかけていくことをね、諦めずやり続けたことが、相手のビルドアップのミスを誘い、得点を奪えたところに繋がったと思います。前半は浦和のビルドアップ時、距離感や降りてくる選手を捕まえることができずね、かなり苦戦を強いられてしまいましたが、試合通してね、ハイプレスをかけることでミスを誘うことができましたし、後半途中浦和のね、小泉選手が下がってからは、そこまでね、浦和にリズムを作らせなかったかなというのも良かったと思います。さあそして2つ目、フルス相手に気持ちが入っていたっていうところを挙げさせていただきました。まずは山田直樹選手、1得点目の池田選手へのね、スルーの声かけ、そして気持ちのこもった右足の振り抜き、素晴らしい得点でした。守備面でもかなり運動量を多く、ハードワークをしてくれました。そして後半からですが、
岡本選手、梅崎選手、3得点目はまさに2人が攻撃参加をして奪うことができた逆転弾でした。ほんと浦和戦はね、2018年シーズンからのリーグ戦では梅崎選手が2得点、山田選手が2得点、市原選手が1得点、岡本選手が1得点と古巣相手に本当によく得点を奪ってくれてますね。非常に素晴らしかったです。さあ、そして今節も良かった選手1名ピックアップさせていただきます。今節の良かった選手は岡本拓也選手です。正直スタメン起用だと思っていましたが、この試合は15分しか出場時間がありませんでした。まあ、その中でもね、守備面攻撃面ともに存在感を発揮し逆転弾を叩き込みました。岡本選手のゴールはね、幾度となく VAR に防がれてきたので非常に嬉しいゴールでしたね。岡本選手素晴らしかったです。さあ、そして浦和レッズの方、試合内容を振り返っていきましょう。1つ目、ビルドアップのミスというところを挙げさせていただきました。浦和レッズからしたらやられたなっていうような試合ではなかったと思います。正直昨シーズンのね、我々湘南のような失点が2つあったと思います。1つ目は湘南から移籍した金子選手のね、自陣ペナルティーエリア内でのパスミスからの失点、そして2つ目は3失点目の鈴木ザイオン選手のね、パスミスからの失点。ちょっとね、浦和からしたら残念な失点だったんですけれども、湘南のようにね、前線から常にハイプレスで来る中でもパスミスを減らしてつなげていけると手に負えない浦和レッズになる予感がしております。金子選手、そして鈴木選手はこれを糧にね、成長してほしいですね。さあ、そして2つ目、サイドの積極性というところを挙げさせていただきました。この試合浦和レッズは左サイドに起用された大久保選手の存在感がかなりあったと思います。前半はサイド勝負で浦和が優勢でしたし、ドリブルだったり裏抜け、そしてカットインもあればね、クロスも良い質を持っているなというふうに感じました。また逆サイドもね、田中選手がスピードがあって非常に抜け出しが良いですね。抜け出された際に湘南の方は山田選手がね、ゴールラインまでついていくも抜き去る力は非常に怖かったです。浦和がサイドから得点が多い理由がそこにありましたね。さあ、浦和レッズの方も今節良かった選手1名ピックアップさせていただきます。今節良かった選手はキャスパー・ユンカー選手です。対戦してみてわかるユンカー選手の凄さが満載でしたね。これはオルンガ選手並みのレベチ感がありました。正直最初はキャスパーユンカー選手がポジショニングが良くてね、ワンタッチで決めるのが上手い選手なんだなという印象があったのですが、体は強くポストプレーはでき、大柄なのについていけない圧倒的なスピードがあり、直前でねプレーを切り替えられる判断力、そしてシュートセンスの良さが全て揃ってるプレイヤーでした。本物のストライカーだなーっていうのを久々に見た気がします。正直この試合ユンカー選手だけで4失点していてもおかしくありませんでした。ポストを叩いたシーンや谷選手がね、非常に詰めて体でブロックしたシーンがありましたが、そこも決められててもおかしくありませんでしたね。次対戦するときにはユンカー選手にやられないように対応していきたいですね。キャスパーユンカー選手素晴らしかったです。さあ、今節もまとめに入りたいと思います。今節のまとめはこちら。気持ちを見せた試合っていうところを挙げさせていただきました。ルヴァンカップの東京戦でボロボロにされてから1週間、この試合立ち上がりはね、あまり良くありませんでしたが、諦めず戦う姿勢が見えた試合だったと思います。全てのポジションの選手がハードワークしてくれたと思います。また古巣相手に得点を奪ってくれた選手たちにも感謝ですね。次の試合もこの気持ちを持って戦ってほしいです。さあ、それでは順位の方確認していきましょう。ご覧の通りになっております。この試合に勝利したことによりリーグ順位は13位に浮上しました。勝ち点3の獲得は大きいですね。これで降格圏との勝ち点差は7ポイントとなりました。前半戦折り返しで勝ち点21ということで、まあまあ良い結果になったんじゃないでしょうか。これからの後半戦、さらに勝ちを増やしていきたいですね。さあ、そして次節です。6月27日日曜日、ホーム柏レイソル戦です。ここからは折り返して後半戦になってきます。柏レイソルは前半戦ではアウェーで2対1で敗戦をしております。勝ち点差7で柏レイソルより順位は上ですが、前半戦負けているのでシーズンダブルされないようにしていきたいですね。次はホーム戦です。昨シーズンもホームでは勝っているので絶対に勝って2連勝しましょう。ということで第18節浦和レッズ戦を振り返ってきました。次回は柏レイソル戦をやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。